れはちょっとさばききれへんかったな。そろばんって掛け算とかあるじゃん、どうやんの？え、それできんのあれ？できますよ。足し算しかそろばん教わったことないわ。できるけど、なんかうまく説明できないな。え、じゃあさ、篠宮さ、頭の中でさ、あれ、そろばん出せるってこと？そう。でもだってフラッシュ暗算とかやってる人ってみんな頭の中でそろばん弾いてるんでしょ？お前天才じゃね？マジ天才やと思うわ。フラッシュ暗算マジすごいと思う。え、そんなことない。自分の角度。問題出していい？ね、どれくらいですか？なんかめっちゃ桁多いのは無理ですよ。いや、任せて。いくよ。うん。いくよ。すみません、いくよ。私も選択足し算からやるから。足し算がいい？引き算がいい？足し算にしようか。はい、足し算。足し算いくよ。気になる気になる。89足す、65足す、45足す、86は？285。え、すごい！すげえ！すごい！すごい！天才！え、それ合ってるの？今電卓でやったん？電卓で。合ってる合ってる合ってる。やめろ！フラッシュ暗算ってでもそれ、そういうやつなんですよ。でもすごいわ。すげえな。やってる人はマジ誰でもできますよ、今の。できないよ。うん。でもほんまにすごい。あれってさ、今2桁のやつを4回ぐらい言ってやったやんか。うん。3桁のやつ4回ぐらいでも余裕。いやー、シノイヤは結構怪しい。怪しい。シノイヤは怪しい。なんか2桁が10回とかの方がいいかな。なるほどなるほど。うん、桁が多い方が難しい。ね、そうそれはそうだよ。それね、頭の中にそろばんがあるとそれができるんですよ。出たこのなんか天才ならではの感覚で語ってくるパターンねえぜ。中にそろばんねえよ。マジで分からって。やってる人は全然分かる。そろばんやってる人みんなできへんやろでも。多分できるできる。できないでしょ。全然本当にできる。ガチできる。できないってことにしとこうでも一旦今は。なんでなんで。なんでなんで。分かった。一旦できないってことを証明しかできないってことにしといて。そうやな。さすがにな。そろばんはもうお父さんとお母さんが。ルダ、そろばんに来なさいって言って行き始めたの？うん。え、そういうやりたかったん？え、なんか、おばあちゃんがそろばん使ってて、うん、なんかそろばん、で、なんか、車にして遊ぶじゃないですか、あったら。うん、ああ、だったら正しい使い方やれ、みたいな、覚えなさい、みたいな。なるほどね、なる